伝統のゴルフトーナメント中日クラウンズの舞台となる名古屋ゴルフクラブ和合コースで行われた安全祈願祭。主催する CBC テレビや中日新聞社などの関係者らおよそ30人が出席し、大会期間中の安全を祈願しました。今年で64回目となる中日クラウンズには、前回優勝の岩田寛選手や歴代チャンピオンで当時の世界最小スコア58を記録した石川遼選手ら105人が出場する予定です。第64回中日クラウンズは来月2日から5日までの4日間にわたり熱戦が繰り広げられ、この模様は連日 CBC テレビで放送します。